はい、こんにちは。鈴木わかめと申します。それでは、アイワナゴーアヘッドですね。続きをやっていきたいと思います。今回は、なんだろう、なんか罠が多い感じなのかな。まあ、行ってみましょう。多分またこれに触って、なんかふわふわしてる。あれにも触れると、あそこのやつが、にゃにゃっはっはっそう。やっぱ罠ゲーがいいな。はい。こないだみたいなね、なんか特殊なやつも面白いですけど、罠ゲーがね、一番楽しい。はい。にゅかかってみないとわかんないからな、何があんのか。一つずつね、解き明かしていくしかない。もう、こないだのケイチくんじゃないけど、解き明かしモードに入っていくしかないから、こう。はい。これでいけるようになる。そんな気はした、なんか。で、ここも来る。うわ、他大丈夫かって言おうとしたそばから。ただね、もっとすごい罠ゲーはいっぱいやってきてますから、これぐらいじゃね、驚かん。さすがに。はい。感覚がね、麻痺してる部分ありますけど、はっ。またこいつが吐き出してきたのか。お前飛ばないか。大丈夫か。あ。え。あぶね。君は?このステージの説明をします。はい。このステージは罠があります。ちょっと説明するの遅いかな。はあ。あ?え、遅いって遅い遅い。もっと早くその前のマップでさ、教えてくれよ。では、とっておきの情報を教えましょう。はあ。ここはバス停、古代遺跡通りです。もう、話しかけなきゃ普通に行けるよね。もう話しかけない。出てくんなよ。大丈夫か。あ、セーブ。で?ん?あ!そういうことか。多分水ですね、これ。はいはい。こういうことか。なるほど。あう。はい。え!あ、消えんのもあんのね。あはい。あいつが消えやがると。ここは大丈夫。ここも大丈夫だな。はっ。まあ、生き方分かればね、本当に罠ゲーはいけますから。はっ。あっちに、行きにしない?で、ここは大丈夫か?はい。待ってよ。こ、オッケー。セーブですね。お前、とりあえずセーブしたからいいよ。話しかけるよ。このマップ内に罠は一つだけです。本当か?どこにあるでしょうか?もう、明らか怪しいのがさ、あるんだよ。罠は一つだけ。まあ、そもそも届かなきゃ話にならないんですけどね。本当に一つなのかな?あいつの言うこと信じていいのかな?え?お前、うわこうなんのね。さすがに今のが、罠だと思うから、もう罠ないってことで、いいのかな?はい。はい。で、罠があった!罠が一個ってそういうことか。文字の罠が一個。それ以外は罠あるかもしんないってことだな、じゃあ。この野郎、こっち来んなよ。うーわ、来るやつ!あ急いで、じゃあ逃げないとダメじゃない?これ。サイズ的に、ここに行けばいいのか、こいつが、こういう動きカクカクってされたらダメだけど、インベタ通ってくんだったらここでやり過ごせますよね。やべ!いや!え?ここ全部ダメじゃん!血の飛び散り方的に。あは戻んないとダメじゃん!簡単に言ってくれるけど、これを戻るっていうのが一番きついと思う。はい。うーわ!でもここでジャンプすればやり過ごせそうではあるな。はい。んで、間に合わない。はい。はい。んで、こ、よし、あそこで止まんのか、あいつ。んで、また戻るだけ。あやっと超えたのに上下で死ぬ。はい。はい。オッケー。よし。ほんで何もなければ、いける。
オッケー、やっと行った。セーブがないからお前話しかけないぞ。すんごい怪しいマップではあるけど。おっしゃ、セーブ。じゃ、ないじゃん、罠じゃんこれ。危ねもう戻れないし、しかも。ええー、大丈夫？落ちてこない？落ちてこないか。行くぞ。何もないですね。ん？いよいよボスかな？今回じゃあ話しかけよう。ここまで来て大変申し訳ないのですが、どうした？実は、ボスをすでに見逃しています。え？バス停にボスは現れるので探してみてね。ボスを見つけたらちゃんと退治しようね。というわけでお帰りは右の扉へ。あ、扉は植木で入れますよ。え？バス停って、最初に、あ、戻されちゃった。じゃあもう一回進めていくしかないっていうことか。ええー。せっかく進んだんだけどな。で、落ちてくるんですよね。はい。見逃してるってどういうことなんだろうな。で、こう。で、やつが飛ぶ。オッケー。え？あそれ飛ぶの？一周目飛ばなかったやん。一周目確認したとき飛ばなかったじゃないか。はい。ほんと、食えない罠だな。で、ここですよね、例の、バス停。このステージの説明をします。まあ、もう2回目なんで、ご託は、いいよ。どういうことなんだろうな。あれ、バスがボスなのかな？バス停古代遺跡通り、出てきたら撃ってみるか。ちょ、待って、危ね。行った。あ、矢印出た。なんだよ。見逃してるっていうか、普通に罠だと思ってた。でもこれでボス倒したって、ちょっと、うぅ今のも撃つのかな？反射的に逃げちゃった。あれ、普通にでもこの上まで戻れば、いけないかな？これで、あ、なんだ、これでやり過ごせますね。出てくんなよ。おっしゃ！あ、セーブがあるけど、あんなところにセーブがあるとなんか勘ぐっちゃうな。でももうボスは倒してますから、ボスなわけない。ボスなわけない。これはボスじゃない。多分、すぐ倒せると思う。結構硬いけど。ちょっと待ってよ。あと結構、ダメージ量でかいから、手が来て。やべ、これ自治か。オッケー。あ、でも、そんな強くないな。やっぱボスじゃないな、こいつ。あぶね。なんかそんな強くない。やべ、また来た。はいはい、オッケー。え、なんなんこいつ。まあ真面目な話、ボスだと思うんですけど、そんな強くない。え、あぶね。ちょっと待ってよ。やべ、うーわ。でも全然倒せんと思う。やっちゃいますか。変にパターン変わんなそうだし、ただ手飛んでくるだけだったら、なんてことないと思うんですよね。で、これをまあ避けながら、与えてくわけだけど、ダメージも結構食らってくれるし、下手したら一番簡単なボスかもしんない、今んとこ。はい。もう3分の1でしょ。で、この間のルンバの方が強かったまであるかもしんないな。これはもうしっかり見てりゃ避けられるから、問題は手。はい。あぶね！この弾の方はランダムだからちょっと怖いけど。はい。もう一回ぐらい手来ちゃうかな。いけない？押し切れない？これ。押してない？倒した全然弱いな。やった、まさかの数回チャレンジで倒しちゃいましたね。オッケー、これでじゃあ本当に
このステージはクリアですね。いよいよ最終ステージっぽいな。であればまたいつも通りね、中入ってセーブして終わりにしましょう。はあ、まあ見ての通り最終ステージでしょうね。オッケー、じゃあ今回これくらいにして次回、このステージですね進めていきたいと思います。というわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。